で藤岡市法廷外サービスと契約、出張美容サービスとはということでですね、お話しさせていただきたいと思います。はい、藤岡市、まずちょっとパソコン見ながらお話しすることもあると思うんですけど、はい、申し訳ありません。こちらパソコンなんですけど、自分自身のブログで書いたものなんで、ブログの方ですね、もし概要欄にブログ貼っときますんで、ぜひ見ていただくと細かく出てきます。はい、でその他いろいろ藤岡市にお住まいの在宅高齢者の方なんかに法廷外サービスっていうすごい、いいサービスがたくさんありますんで、ぜひそちらもご確認していただきたいんで、概要欄に貼っとくんで、そちらも見ていただけるとありがたいと思います。はい、で早速お話しさせていただきたいんですけど、藤岡市法廷外サービス、はい、こちらですね、すごいいっぱいいろんな、先ほどもお話しさせていただいたんですけど、すごいいっぱいいろんなサービスがあるんで、もう本当にこれ藤岡市に住む方はぜひ活用した方が良いと思います。はい、でその中で、はい、出張美容サービスっていうのがあるんですよ。でそこと契約させていただいたんですけど、その藤岡市の出張美容サービスって1回3000円までの補助が出ます。1回で3000円です。それが年4回、はい、出るんで、ということは年1回3000円の補助を年4回受けられるから、12、7、3、3ヶ月に1回はカットできますんで、しかも無料で、はい、無料でカットできますんで、ぜひですね、これ高齢者さんとか髪とか大変だと思ったりとか、動けなかったりすると大変だと思うんで、ぜひこれね、皆さん活用していただいた方がいいかなと思うんで、ちょっと動画撮らさせていただいてるんですけど、はい、ぜひですね、この藤岡市にお住まいの方なんかは法廷外サービスっていうのがあって、すごいいろいろサービスあります。でその中で出張美容サービスっていうのがありますんで、もう僕か他の事業者もいっぱいいますんであれなんですけど、僕もこう伺うことがあると思いますんで、ぜひその時はよろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、各市町村によってですね、はい、これ藤岡市の方見ていただいてありがとうございます。はい、でもその他の県や市、いろんなところにお住まいの方、日本全国多いと思うんですけど、はい、その県や市町村ですねによって、さまざまなサービスが存在してますんで、よくね、高齢者の方、見てないかもしれないんですけど、自分のお父さんとかお母さんとか親戚とか最寄りの方とか知人とかの方にぜひですね、お伝えして、お手伝いしてあげれば、ほらこういうサービスがあるらしいよとか、こう電話してみなとか、もっと言えばしてあげたりとかしていけば、その市とか県でいろんなサービスがあるんで、ぜひ活用していただいた方がいいかなと。はい、でその中でも、はい、出張美容で僕一応日本全国の市町村とこう、契約とかできるところもあると思うんで、僕なんかね、藤岡市の今お話しさせていただいてるんですけど、僕今高崎市にいるし、実家も違うところなんで、全然違うところの県や市でもそういうのができる、はい、同じ県内でできるっていうのがあったんで、僕もさせていただきたいと思ってさせていただいてるんですけど、県や市町村によってさまざまなサービスとかが絶対存在しますんで、ぜひですね、これ見てる方なんかはご両親や知人の方に教えてあげていただけると嬉しいですね。で僕自身も全国的にそうやって契約市町村とできればね、いけるかも、伺えるかもしれないんで、ぜひ伺えるように、はい、させていただけたら嬉しいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。イエイのイエイ。